皆様こんにちは、重心体メソッド考案者の稲吉勝と申します。今回はですね、重心体メソッドの、DVD 第2弾応用編ということで、まず今回2枚組ということなんですが、ストレッチ編、機能的ストレッチ編というのをこれからご説明して、進めていきたいと思います。ストレッチという言葉自体で、いろんなことを想像される方もいらっしゃると思うんですが、ただ体が柔らかくなるというよりも、そのストレッチをして何に役に立つか、運動に役に立ったり、普段の健康状態が良くなったり、さまざまに使えて応用できると思うんですけれども、すごく突き詰めていくと、体の操作、いわゆる身体操作に至るわけですね。で、自分の体のどこがこわばっているとか、どこの皮膚が詰まっているとかいうことを感じ取れないと、ストレッチをすればするほど体が硬くなったり、体が重くなったり疲れたりっていう状態になってしまいます。それでは本末転倒なので、機能的に体の状態が良くなるようなストレッチ、そのストレッチのやり方、アプローチの仕方、これを、進めていきたいと思います。理想的にはですね、四つ足の動物を想像していただけると分かるんですが、例えば猫とか、お家で猫飼われている方は猫がこう伸びしたりしてますけど、あれってすごく本能的にここが気持ちいいなと思っているから、猫はそのストレッチのレッスンなんか受けなくても本能的に体の声を聞いて動いているわけです。その体の声を聞けるようになると運動は絶対うまくなるので、それをストレッチというものを通して学んでいきたいと思います。では始めましょう。よろしく。指先まで神経がいってるかを確認してください。はい、それでは反対向きにしましょう。で、手の甲が縮んでいる状態か、今度グーにしましょう。グーっと。この時に手の甲側の皮膚がしっかり伸びている。はい、開きます。では胸をグーっと開きます。その時に近づいてきます。この L 字型が。はい、丸まります。遠のきますね。はい、グーっと胸を開く。これもグーパーですね。はい、左に倒して、丸くなる。2回目。ぐーっと上に伸ばしてからさあ、そうすると後ろ足、今右足ですね、ももが伸展しています。きつい人はこれは無理しないでください。はい、でヨガでよくこういう形のポーズありますが、今度は対角線、